のやりた三国を救う新三国無双4実況プレイ、私実況者のキョンと申します。今回はですね、新三国無双4の、実況をやらせていただくんですが、今回は超運転からやっていきたいと思います。じゃあね、ま、早速始めていきましょう。超運転で冷静かつ高端な賞本命をするようプレイ。青くべき分子を探して諸国を放浪している。義に厚く誠実な和族者である。じゃあ始めましょう。はい、ちょっとね、難易度はちょっと難しいでやっていきたいと思います。私は趙、あざ名は紫龍という。この混迷の世にあって、我が槍を振るって使えるべき主君を求めて旅をしている。紀州の地で私は黄金族討伐のため炎章殿の軍に参じることとなった。果たして炎章殿は我が主にふさわしい人物なのか。いや、まずはこの地の乱れを正し、民の涙を止めることを考えねば。いざ趙紫龍の槍さばきで明日を開かん。そなたが趙雲か。私が名族遠家の長遠本所である。誇り高き我が軍の栄誉ある戦に参加できることありがたく思うがよい。今回我々は邪教の主趙鶴と奴に従う者どもを討つ。我が愛する紀州の地を乱す愚虚の輩は一掃せねばなるまい。策などいらん。我が軍の意向をもって正面から乱を鎮めるのだ。そなたも我が軍の将として恥ずかしくない戦をしてくるがいい。外境があるってのは珍しいですね。こういう説明があるのに珍しいですね。じゃあ行きましょう。まずは祭壇を攻めよう。邪教の輩に好き放題させるでないぞ。趙紫龍、及ばずながらご助力に参った。防御拠点とはな、守りは強固に受かるなよ。軍に逆らいし愚か者よ、裁きを受けよ。ここは引かねばなるまい。敵将討ち取ったり。今こそ天罰を下してやろう。さかまけ天地の怒りよ。蒼天を踏みにじり、はびこる獣を打ち倒すのだ。って何が起こったんですかね。術の根源を断ち、竜巻を止めよう。よし。
御殿下、攻め取り敵の勢いをくじけ。勝負よ、祭壇に向かいさらなる力を。右に手を尽くしておきましょう。もう取ってくんじゃいませんね。やるではないか。救急拠点とて甘く見るな。行くぞ。獅子武者よの。全軍一気に進むのだ。ここを抑えれば黄金の企みはならないはず。定山の超支流、敵拠点を制圧いたした。